フレッド・バーナードは、イギリスの画家、挿絵画家である。ロンドンで生まれた。ロンドンのトマス・ヘザリーの美術学校で学んだ後、パリに渡り、レオン・ボナに学んだ。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展にも、出展しているが、バーナードは、挿絵画家として知られている。パンチ、イラストレーテッド・ロンドン・ニュース、ハーパーズ・ウィークリーなどの出版物に挿絵を描いた。 1871年に出版社のチャップマンホールから依頼を受けて、チャールズ・ディケンズの旧館の家族向け万全集の挿絵を描いた。バーナードはこのシリーズのために8年間で450点の挿絵を描いた。ディケンズの作品に付けられた挿絵としてはそれまで、ブラウン、ハブロー・ナイト・ブラウン、1815-1882のものが知られていたが、 バーナードは二人の登場人物の関係を描くなどの工夫をした。ディケンズ以外の著作の差し絵も描いた。1870年にマイケル・ファラディの名のアリス・ファラディ、アリス・ファラディ、1847-1924と結婚し、三人の子供が生まれた。画家のジョン・シンガー・サージェントとバーナード家は親しく、サージェントの描いた家族の肖像画が残されている。ありがとうございます。